まあ、し井さん。まあ、カードのネタだけで、毎年14万はきついんじゃないですかね、やっぱりね。カードだけだったら、まあ、せいぜい3万から5万がいいとこだと思うんですよ。もちろん、バックエンドで、なんかね、ドリアカとか売るんだったらまた別ですけども、でも、クレジットカードを検索して動画見る人が、どうですかね。50万、100万の商品、手届きますかね。 なんかその吉田さんが言われたように今インビテーションじゃなくってプラチナがダイレクトに申し込めるっていう時代になるとやっぱ希少性薄いのかなと思います私の時代はね私が2015年にプラチナカード取った時は基本的に頼めなかったんですよ直接でも裏技である人を介して要するに既存の会員さんを通じてその人の推薦だったらカード作りますよっていう風なねそんなプランだったんですよで紹介料がその人に入るみたいな感じだったんで そういう形でね仲介いただいてカードを作れたっていうラッキーがあったんですけどもあしかもねちょっと思い出しましたけどもあのクレジットカードが作れない人のためにクレジットカード作りますみたいなサービス当時あったんですよで作成代行費用が20万ぐらいだったんですけどもそのネタとしてはね日本で審査が通らなくてもなんか東南アジアとかで審査通すんでで東南アジアの例えばインドネシアのカードができた ビザカードとかマスターカードとかアメックスカードができたんで、それを日本で使ってくださいみたいな感じなんですよ。だからクレジットカードって、どっかで作れば世界中使えるわけじゃないですか。だからそういうふうに審査の緩い国で作って、まあ、あの、日本のね、そういった契約者に届けるみたいな仲介サービスがあったらしいですね。うん。なかなか、だから、まあ確かにそうだよなと思いました。ちなみにね、アマゾンプライムって300円で参加することができるんですよ。アマゾンプライムね。他の多分インターネットの 動画サービスも似たのあると思いますけどこれはインドでアカウントを取ることらしいですでクレジットカードがあればインドのアカウント作った時に決済もできるんでお安くできるというねだからねいろんな方策が浮かびますよねもしかしたら年会費も国によって全然違うんで14万がね3万のところもあると思いますんで調べながらやったらいいんじゃないかなと思います何かね昔ねカメラ転売やるときに竹割りっていうサイトがあって 世界中ののアマゾン価格が一覧でで出るんですよだからフランスで仕入れて韓国で売るみたいな <laughs> 竹割り転売っていうのがね商材として売られてましたけどもねこれは小野沢さんの、あのー、カメラ転売ではやってなかったと思うんですけども私のねなんか裏技あやふや転売でちょっとこう耳にした情報をお知らせしたことがあったかなと思いますまあ私,私はそれをねメインで売ってたわけではないんですけどもそういう方法もあるよっていうことをね小話でやったような気がしますね 情報が、まあ、全てを救うということなのかなと思います。